インドの台所へようこそ。今日はマハラシトラ州から始めたスパイシーカレーをご紹介します。ふわふわなパンと一緒に食べる習慣があり、このレシピの名前はミサルパオです。では大さじ1杯の油を熱して、マスタードシード、カレーリーフ、アサフェディーダ、そして生姜とニンニクとチリの雑味ペーストを炒めましょう。そして刻んだ玉ねぎ、刻んだトマトをたっぷり入れます。そしてウコンパウダー、赤いチリパウダー、コリアンダーとクミンシードパウダー、手に入ればインドの漬物のマサラも使ってください。この段階でお塩をたっぷり入れます。もうすぐお水もたっぷり加えるつもりですから、トマトと玉ねぎの美味しいベースのカレーのために4カップぐらいのお水を入れます。このカレーは薄いでもスパイシーに作るのはポイントです。これは緑豆があります。これをカレーに入れて根菜を5、6本まで煮立ててください。このカレーはミサルと呼ばれています。ミサルの上にパリパリなスナックを乗せてパンと一緒に食べられています。見えているように緑豆がよく似ていますから、コリアンダーの葉っぱで飾りをしたらミサルパオが出来上がりです。お口に合ったかどうかを教えてチャンネルに登録お願いします。